白石さん、かなり辛辣な言葉を今日もあとツアーの前哨戦を通じてもずっと投げかけられてきましたけれども、今日なんか反論することがあれば。いやもうそれは明日リング上の戦いを見てそれをひっくり返します。鈴木さんは塩崎選手は、まあ、リング上のファイトで全てを答えを示すというふうに言ってますけれども、その辺が甘いということ。素晴らしいね、素晴らしい、うん、大昔のノアのプロレスの姿だよな、うん、15年前ここができた時にここを作った人間たちがやってきた方法だ。もうそんなものは通用しねえんだよ。リングの上だけ頑張ってればいい、リングの上だけやってればいい。だからお前はダメなんだよ。君みたいな劣等生、俺たちの戦いには入れない。よく教えてやるから。なんなら今やる？別に今俺ここでもいいんだよ。やる？悪いな、今やろうか。じゃあ選手、え、一回いいですか？